ハイマイライスリーにようこそということで、今回ご紹介するホテルはドバイにあるマリオットモンボイ参加ホテル、アルマハラグジュアリーコレクションデザートリゾート&スパをご紹介させていただきたいと思います。このホテルはですね、ドバイの空港からですね約1時間ちょっと車でかかる、まあかなり遠いところなんですけども、まさにね砂漠のリゾートということで、ご覧ください、砂漠のど真ん中にあるホテルなんですよ。素敵な体験を今させていただいております。このホテルではランチ、朝食、ディナー、そしてお部屋、施設のレポート、またアクティビティということでですね、ラクダのトレッキングと 4WD での砂漠ドライブなどなどをですね皆さんにご紹介させていただきたいと思います。アルマハですよ、アルマハ。はい、それではホテルレビュー行ってみましょう。日本からドバイは直行便で約11時間、私は今回エミレーツ航空で飛びました。まずは空港からホテルまでのアクセスを解説しましょう。ドバイ国際空港からアルマハまでは約70キロ、車で1時間前後かかります。おすすめのアクセスはホテルの送迎ですね。ホテルが確実な送迎を手配してくれます。ここが高速の出口ですね。ここから砂漠の景色が広がっていきます。送迎価格ですが、今回行きは安めの車で340ディルハム、帰りの道は大きい 4WD をオーダーして425ディルハムでした。ドバイ砂漠保護区のゲートが見えてきました。アルマハはドバイ砂漠保護区の中にあるホテルなんです。このゲートはセキュリティがかなり厳しい印象でしたので、タクシーやレンタカーで行くときには注意してください。アルマハデザートリゾートのゲートにたどり着きました。ここからはホテルの敷地内という形になります。かなり広いですよね。では今回の私の宿泊内容を説明します。この宿泊は2022年8月1日から2日、1泊2日の宿泊です。予約したお部屋はベドインスイート1キング2シングル2部屋です。これをポイント予約しました。1部屋あたり9万6000ポイントでした。同日のキャッシュ予約では日本円で約16万円でしたので、ポイント予約かなりお得でしたね。そしてなんとこの予約プランには朝食、ランチ、ディナー1泊あたり1回ずつと、アクティビティ1泊あたり2回無料付きのオールインクルーシブなんです。さて、やっとホテルの施設が見えてきました。あの緑の部分がそうですね。ご覧の通り舗装されてない道も通りますので、レンタカーで行くときには注意してください。ホテルに到着しました。スタッフさんたちが丁寧に迎えてくれました。景色が楽しかったので車での1時間はあっという間でしたね。ここで車を降ります。館内には動物がたくさんいます。これはガゼル、かわいいですよね。私の口笛に反応してくれました。ではホテルの館内に入っていきましょう。レセプションとレストランを解説します。ここがホテルのエントランスになります。まるでテーマパークのような入り口ですね。レセプション棟を見ていきましょう。内装はアラビアンな雰囲気たっぷりのインテリアですね。中に入るだけでワクワクしてしまいます。こちらがチェックインエリア、レセプションカウンターですね。ウェルカムマリオットボンボイということでですね、こちらのファイルは宿泊者用の寄せ書きになります。こちらはティーコーナー、無料でお茶をいただくことができます。こちらを左に曲がりますとプライベートチェックインエリアがあります。このような素敵なプライベート感たっぷりのお部屋でチェックインすることができるんですね。私は今回さらにプライベート感あるこちらのお部屋でチェックインをさせていただきました。ウェルカムドリンクをいただきながらチェックインの手続きです。アクティビティもここで決めます。アクティビティ専門のスタッフさんからの説明があります。今回宿泊した時には砂漠アクティビティ、このようなメニューが用意されておりました。鷹狩り、自然散策、野生動物ドライブ、ラクダの旅、夕暮れの一杯、アーチェリー、ここまでは1宿泊で2つまで無料で楽しめるとのことです。さらに有料メニュー1名270ディルハム払うことで乗馬、砂漠ドライブを楽しむこともできます。私たちは今回ラクダの旅と砂漠ドライブをチョイスしました。ではさらに館内を見ていきましょう。こちらはロビーになります。上が吹き抜けてるので広々と感じますね。こちらは個室的に使える場所、素敵なインテリアですね。さらにこちらに向かいますと屋内ラウンジエリアがあります。日中はコーヒーやお菓子、フルーツなどが提供されております。冷たいお水もありますよ。こちらにはバーカウンターもあります。こちらはアルマハのスパ、タイムレススパの案内になります。ではここから屋外エリアに出てみましょう。
これを撮影したのは実は早朝なんです。なので朝日が綺麗に見えてますよね。日中日差しが強い時間はこのように撮影することは暑くてとても困難です。では屋外エリア見ていきましょう。こちらは屋外ダイニングエリアになります。涼しい季節の涼しい時間帯であればここでお食事をいただくこともできるんじゃないでしょうか。この左側の下はフィットネス、そしてその上には屋外ラウンジエリアがあります。砂漠を一望できるんですね。そしてこの建物向かって右側にはレストランがあります。ではレストランに入っていきましょう。アルマハデザートリゾートのレストランはアルディワンです。ここで朝食、ランチ、ディナーをいただきました。スタッフさんたちの素晴らしいサービスで中近東料理、地中海料理など東西のお料理を楽しむことができるんです。ではランチのレビューをしていきましょう。ランチはスターター、メイン、サイド、デザートから様々な品を選べます。オールインクルーシブなので無料ですが一部有料の品もあります。私はランチでハイネケンをオーダーしましたがアルコールは有料です。これはスターターのケールとキヌアのサラダ、そしてブッラッター、チーズがめちゃめちゃ美味しかったですよ。こちらはタイチキンスープ、これも美味しかったですね。程よい辛さとココナッツの香り。そしてメイン料理はラムコフタのグリル、羊のお肉になります。こちらももう一つのメイン、チキンティッカになります。もうめちゃめちゃ美味しくて食べ過ぎちゃってデザートまでたどり着けませんでした。ランチが終わったらちょうどお部屋が出来上がったということですのでお部屋に行ってみましょう。このホテル基本敷地内はバギーで移動します。ご覧の通り至る所に動物や鳥がいるんですね。日中は暑いのでとても敷地内バギーでないと移動はできませんが、早朝などの涼しい時間帯であれば散歩するのもいいと思いますよ。お部屋に着きました。ではルームツアー行ってみましょう。このお部屋はベドウィンスイートという名前でして一棟独立型のヴィラになります。アラブの遊牧民が住む家がコンセプトのインテリアなんです。こちらはワンキングベッドのお部屋になります。手作りの家具やウッドの扉、絨毯、装飾物、そして2本の柱に支えられた布張りの天井、雰囲気出てますよね。ちなみにこちらは2シングルのお部屋になります。ワンキングと2シングルは基本ベッドが違うだけですね。ベッドサイドのライトにスイッチ類、そしてベッドサイドのキャビネット、レトロな雰囲気も出てますよね。こちらはリビングコーナー、テーブルに足を伸ばして寝そべられるソファーが2台あります。ウェルカムフルーツとスイーツもたっぷり置かれておりました。こちらのキャビネットを開けてみましょう。中にはテレビが入っております。キャビネットの右側を開けるとクローゼット、バスローブが1着とラグジュアリーコレクションのロゴ入りペーパーバッグ、そして同じくロゴ入りでふかふかのスリッパが2つありました。キャビネットの左側には傘、金庫、殺虫剤もあります。こちらはデスクコーナーということで大きな坊主のスピーカーが置いてあります。かなりいい音出ますよ。では外に出てみましょう。この扉を開けるとプライベートプールがあるんです。アラビアンっぽい形のプールが特徴的ですよね。そしてプールの向こうには素晴らしい砂漠の景色が広がるんです。最高ですよね。これがヴィラの外観になります。布張りの天井にベージュの建物、青いプール、そして砂漠のコントラストが本当に素敵でした。このウッドデッキのエリアにはテーブル、そしてガーデンソファーが2台ありました。ところどころにある緑も映えますね。では中に戻りましょう。緑と黄色のタオルはプール用です。ではぐるっと回ってエントランスに向かっていきましょう。この扉を開けるとエントランスに戻ります。エントランスもこれだけの広さがあるんですね。エントランスにはこちら無料のポートワインが置いてありました。これなかなか辛口美味しかったですよ。こちらは無料でいただけるお水にティーセット、コーヒーメーカーのカプセルも置いてあります。ぐるっと回ってこちらがミニバーコーナーになります。ここにある大きなペットボトルのお水以外は有料になります。これはお部屋の鍵ですね。下を開けるとおつまみと冷蔵庫、これも全て有料になります。かなり充実してますね。こちらはドレッサー、女性には嬉しいですよね。ドライヤーも置いてあります。ではぐるっと回ってこの扉を開けてみましょう。水回りということでバスタブがあります。このバス周りのインテリアも遊牧民っぽくていいですよね。ちなみにこのお部屋のお湯の出なんですがかなり良かったですね。砂漠のど真ん中でこれだけの水圧、油温を提供するのは本当に驚きました。ではぐるっと回って洗面台を見ていきましょう。大きな鏡に洗面台が2台、2人が同時に使えますね。
そしてアメニティもしっかりと揃っております。水回りの全体的な雰囲気はこんな感じですね。そして洗面台の後ろにはトイレがあります。このトイレはイスラム式ということで、シャワーとビデがついておりました。こちらにもバスローブ、アルマハのロゴ入りです。パジャマと兼用なんですね。シャワールームを見ていきましょう。独立型のシャワールームということで、これだけの広さがあるんですよ。水圧、お湯の量もかなりいいですよ。このシャワールームには小さなボトルのバスアメニティがあります。バスアメニティのブランドはソダシ、オーストラリア初の高級オーガニックコスメです。ではいよいよアクティビティをご紹介します。今回はラクダの旅を選びました。このラクダの旅、午後18時スタートということで、25分かけて砂丘に向かい、沈む夕日に杯を傾けます。旅の最終地点である砂丘にはドリンクとフードが用意されておりました。これは嬉しかったですね。スパークリングで砂漠の夕日に乾杯しました。ご覧くださいこの景色。これで一杯できるなんて最高ですよね。裸足になってビールをいただいちゃいました。そして夕暮れを楽しみながらホテルに戻ります。ラクダって乗ってみると意外と高いんですよね。夕暮れは砂漠の熱い風も心地よくてですね、本当に気持ちいいラクダの旅でした。ラクダの旅を終わった後には部屋で一旦シャワーを浴びてディナーをいただきました。ディナーコースはスターター、メイン、デザートからお好みの品を選べます。一部有料のメニューもあります。私は赤ワインをボトルでオーダーしました。こちらはパイナップルのモクテル、ノンアルコールですね。まず最初にパンが出てきました。いろんな種類がありますね。オリーブオイルとバルサミコもあります。まず最初に出てきたのがアペタイザーの冷菜スープ。これかなり辛かったですよ。これはゴートチーズとビートルートのサラダ、スターターですね。そしてこちらもスターター、フライドオクトパスということで揚げたタコになります。これはシェフズスペシャルということでオーダーしたんですが、名前は分かりませんでした。ビジュアルも素敵ですよね。これはアラビックメゼという土地のお料理です。前菜の盛り合わせみたいな感じでしょうか。前菜をいただいた後はお口直しのシャーベットが出てきました。ライトが可愛いですよね。メイン料理は白身魚のソテー、さっぱりとしたお魚と濃厚なソース、美味しかったですよ。こちらはビーフビリヤニということでインド料理ですね。美味しくて食べ応えがあります。これは野菜のブイヤベース、いい香りが楽しめました。最後はスイーツということで、これはウムアリ焼きプリンですね。めちゃめちゃ香ばしいですよ。これはテンダーココナッツ、また動画にはありませんがティラミスも頼みました。可愛いカフェラテをいただいてごちそうさまをしました。本当に美味しかったです。今まであまり食べたことのない料理も楽しむことができました。ディナーの後はお部屋に戻って夜のプールなどを楽しみました。朝の景観でーす。どうでしょうか。生き物の鳴き声がすごいですよね。砂漠のど真ん中さて朝になりましたので、散歩がてらスパとメインプールを見に行きました。こちらがスパ島にあるタイムレススパの建物になります。まだ早朝なので営業はしてなかったですね。そしてこちらにはメインプールという大きなプールもあるんです。では続いてもう一つのアクティビティ、砂漠ドライブをレビューします。これは素晴らしい体験になりましたよ。ぜひご覧ください。からそうなじなくのからそうの勝ちでしょう。イエスおパピージヘトゥス。うわすごい。
すごい。Okay, we can go out. We can take some picture. ああ、すごい。ああ、すごい。いかがだったでしょうか。1時間半の砂漠ドライブ、人生観が変わるほどの素晴らしい体験でした。砂漠ドライブで感動の体験をした後には朝食をいただきました。レビューしていきましょう。アルマハの朝食は豊富なオーダー料理とビュッフェが楽しめます。ビュッフェは冷たいお料理が中心ですね。ドリンク類にヨーグルト、ココナッツたっぷりのミューズリー、そしてフルーツもかなり種類たくさんありましたね。ヨーグルトドリンクにこちらもまだフルーツいろいろありますよ。パウンドケーキが2種類、そしてこの上にはパンが置いてあります。クロワッサンも美味しかったですね。こちらはオードブル、真ん中のフェタチーズ美味しかったですよ。デニッシュにドーナツもあります。こちらはシリアル類ですね。ドライシードにナッツ、そしてドライフルーツです。ここにもパンがいろんな種類置いてありますね。バケットも置いてあります。甘いソースやジャムの種類もたくさんありますよ。温かいおかずということで、なんとシューマイと餃子もありました。お醤油とチリソース、こちらには熱々のスープがありました。これ嬉しいですよね。そしてもちろんサラダも置いてあります。こちらはサーモンのお刺身にディップ類、そしてチーズにハム、タルトのケーキもありました。これは私がビュッフェからいただいてきたお料理です。サラダにシューマイ、餃子、サーモン、そして包むパンですね。ベタチーズに熱々のスープ、そしてフレッシュなグレープフルーツジュースをいただきました。この朝食、なんとオーダーできる料理、卵料理は11種類もあるのです。そしてお肉系、お野菜系のサイドディッシュは10種類、ヘルシー系のメニューも6種類もあるんです。私はエッグベネディクトと2種類のソーセージ、グリルトマトとキノコをオーダーしました。これもオーダーできるお料理、豆とトマトの煮込みになります。そしてスイーツ、これはブリオッシュフレンチトーストです。これはクレープですね。この2つ以外にパンケーキとワッフルをオーダーすることができます。私もせっかくなのでビュッフェコーナーからココナッツたっぷりのミューズリーをいただきました。パッションフルーツも美味しそうなので添えてみましょう。コーヒーと一緒に美味しくいただきました。いやー、最高の朝食でしたね。さて、最高の宿泊もチェックアウトの時間になりました。お部屋からバギーでレセプション棟に向かうと、私がオーダーしていた帰り用の車がすでに付けられておりました。さあ、帰りましょう。いやー、今回本当に素晴らしい宿泊経験をさせていただきました。これまで私数多くのホテルに泊まりましたが、ここは最も人生観に影響を与えてくれたホテルかもしれません。そう信じられるほどに極上のステイでした。ロケーション最高、ホスピタリティ最高、施設最高、食事最高、アクティビティも最高、オールインクルーシブということでコスパも最高の非の打ち所がないホテル、アルマハラグジュアリーコレクションデザートリゾート&スパドバイ、最高のステイをありがとうございました。また必ず伺います。